とうございます。僕は可愛い女の子や若い女の子とそうでない女性では明らかに態度を変えてます。ひどい。少しくらいは反省していますが、正直男性はみんなやってると思います。まあね、見ててわかりますよね、やっぱね。あ、デレデレしてんなっていうの。わかります、わかります、すごくわかります。いや、なんていうか、可愛いなって思うとやっぱ顔に出ちゃうよね、男の人は特にさ。それまで男の人と話してて、で、そっからこう可愛い女の子に話題が移った時の、そうそう、視線が移った時のにやけ具合とかね、あるね。そうだね。いや、私ね、正面で男性と話してて、で、その人が、ふとね、こう目線をね、外して、じーってね、なんか見てたんですよ。そこを見たら、可愛い女の子いて。お前って思ったことあるけど。いや、見ちゃうんだよね。あ、やっぱ、そうね。そう、露骨に変えるのはさ、良くないよね。意識的に変えるのは、ちょっと、それはどうかと思うけども、変わっちゃうのはまあ、しょうがないよね。そういうパターン？あ、ちょっと違うかもしれないけど、自分の事務所の女の子と、そうじゃない子だと、多分、自分の事務所の女の子の方が面倒見てあげたくなっちゃうっていうのはある。そういうんじゃない？なんだろう。あまりにもイケメンすぎると、見ていられなくなっちゃう。それも違うね。なんだ、ちょっと待って。かわいい女の子や若いよ。私、割と女の子みんなかわいいからな。かっこいい。かっこよすぎると、途端に喋れなくなっちゃったりとかする。から、それはそうなのかもしれないね。緊張しちゃうのよ。整ってんなってなっちゃうの、なんか。その目で私を見ないでってなるんだよね。不思議だね。顔ってね。まあ、そっか。じゃあ気持ちはわかるっちゃわかんのか、私も。オッケー。じゃあ100円。はい。露骨に変えたりしないようにね。はい。